リーナ・アンナーブ、リーナ・マズハル・アンナーブは、ヨルダンの実業家、政治家で、元観光遺跡大臣。2019年5月29日より、中日大使を務めている。リーナ・アンナーブは、アメリカ合衆国のジョージタウン大学を卒業した。2008年より、ザーラ・インベストメントホールディングで、ゼネラルマネージャー。2016年6月、ハーニー・アルムルキー内閣の観光遺跡大臣に、 就任した。彼女はアメリカ東洋研究センターの理事に選出されたが国務大臣に任命された後に辞退した。2016年12月3日にヨルダンで開催されたアラブ航空サミットを講演した。国際連合教育科学文化機関の第41回世界遺産委員会ではヨルダン代表団を率いて出席した。2017年 ヨルダンで開催されたアラブ世界初となるオペラフェスティバルに参画した。観光遺跡大臣としての人気末期にあたる2018年10月25日、司会の近くで1台のスクールバスが致命的な大洪水に襲われ、21人が命を奪われた。同年11月1日、1週間前に発生した事故の隕石辞任として、当時の教育大臣トリーナ・アンラーブが辞表を。 提出した。2019年3月、リーのアンナーブは、次期中日大使に指名されたが、司会の事故で娘を亡くした医師と一部の議員が、この指名を妨害しようと試みた。右与曲折を経て、ようやく5月29日に彼女は、アブドゥッター2世国王陛下の午前で、中日大使拝命を宣誓した。二千十九年六月十九日、アンナーブ大使は、東京の皇居で、 天皇陛下に新任状を法定した。中日大使在任中の2019年10月22日、訪日中の不正用大使殿下に随行して、近城陛下の即位礼正殿の儀に参列した。ありがとうございます。